2020年8月に建てられたこのスレ。スレ主は霊と話ができるという。霊と対話することで、霊界や魂の情報を得ていると言います。今回はこのシリーズのパート2となります。パート1に引き続き、霊との対話で知り得た情報をスレ民に伝えていきます。今回は、天界の構造の話や運命について、夢と天界とのつながりなどについて興味深い話が続いていきます。スレの中に、シャルル、ガストンなどの人物が出てきますが、これは、スレ主がいつも対話している霊です。パート1の URL は概要欄に貼っています。ぜひ合わせてご覧ください。それではどうぞ。指導霊が伝えてくれた、魂と天界の新たな構造。耳を疑う指導霊の発言に、全身が震え出し。同じ人間でも感じ方が変わったり、考え方が変わるのはなぜでしょうか。皆さんのご質問への返事が遅くなり、すみません。ガストンに答えていただきます。人間の肉体には幽体、イコール心、魂が宿っています。それは微細な木の粒子群からできており、各粒子は自転し、刺激を受けると、集団で波打ちます。これが心の波動で、その人独自の周波数の範囲があります。もし、人が何かで感銘を受けたり、強く共鳴をすると、幽体内の木の粒子群も共振し、粒子群の体勢が、それに合わせて大きく変化します。そして、囲碁はその体勢を維持する性質がありますので、以前とは異なる周波数の波動を出すようになります。これが、物事の受け止め方の変化や、考え方のベースの変化になって現れます。主さん、すみません。質問なのですが、自分は霊界も宇宙空間マギカまで行ったことがあるのですが、そこはどういったところか教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。俺は天界まで行ったことがありますが、全体像をはっきりさせるために、シャルルに来ていただきます。シャルル飛び降りてくる。この世は小さく言えば、三重の球場でできている。内側から宇宙界、天界、神界だ。宇宙も含めすべて球場で、天界は神の愛の木でできており、あったかい白い雲状だ。それが丸い宇宙を取り巻いている。天国は天界の、ある一隅にだけある。そして、天界より外側には薄青い霧状の、神の血の木でできた神界が、丸く広がって天界を包んでいる。ここには他に何もなく、誰もおらず静かなものだ。あなたの言う、霊界イコール天界の、宇宙空間間近とは、天界と宇宙界とのギリギリの境だから、切れ目に当たる。天界内から見れば、辺り一面に立ち込める白い木の雲の壁の向こうに、うっすらと黒い空間、イコール宇宙の端が見えている。そんな感じだね。そもそも、地獄はあってはならないものだったということでしょうか。それとも、その儀器は、必要なものだったとか、それと、地獄がないのが分かったら、悪いことをする人が増えたりはしないのでしょうか。子供の頃に地獄の様子を本で見て、怖くて、悪いことはできないなという気持ちが根付いたような気もするので、どうなのかな、と思いました。読み取れてなかったらすみません。ありのままに言えば、地獄は全く不要でした。しかし、厳密に言いますと複雑です。かつて二つの地獄が地中にありました。一つは人間の極悪の者たちが、魂心が重くて昇天できず、やむなく地中に降りたものです。彼らはそこで罪別に、7箇所の木の世界を念じて作り、そこに仲間同士こもって苦しんでいました。自分で自分を傷つけ、他者といがみ合い、だらしなく過ごすのです。一方で、遥か昔から別の地獄がありました。それは、神様が発生したサタンの群れを始末に困り、とりあえず当時の地球に降ろされたからなのですが、そこの近く付近に、サタンたちは封じられました。まだ、人類がいない時です。けれどサタンのうめきと怨念で、地球の内部に悪い波動が溜まり、自然界にも良くない影響を及ぼすようになったので、神様は仕方なくサタンたちが、地表に出て分散することを、許されました。サタンたちは地表をうろつきましたが、根城は地中に作ってありました。上下7層にわたる、横長の木の洞穴です。一番下が、一番波動が重いサタンが住みます。このサタンたちの地獄があるために、その後人類の達者は魂が重いと、サタンたちの地獄の波動に引き寄せられて、地中にまとまって住むようになりました。ですから、サタン退治をして、地中のサタンの住処も滅ぼすことが、人間の地獄を閉じるためにも、ぜひ必要だったのです。ですから我々は、
2007年から2008年にかけて、まず先にサタンたちの住処の地獄を閉じました。それから、地上に逃げ出したサタンたちを、追いかけて捕らえたり、様々な苦労をして払い、みんな昇天させていきました。一方、サタンの地獄を閉じてから、数ヶ月後には弥勒が覚醒していましたので、彼と私とで人間の地獄を閉じに行きました。その時は私はまだ、彼に兄の名乗りを上げてはおらず、地蔵菩薩や閻魔王の姿で会い、指導しました。実際に降りて閉じたのは、弥勒です。幽体の波動を一時的に下げられるものでないと、波動のごく低い地獄には長時間降りられない。その点、例の私より、物質界に生きる弥勒の方が、幽体離脱をしても、波動を下げやすく、適任でした。彼が亡者たちに愛懸命に祈りを捧げたおかげで、無事、中にいた亡者とも昇天させたり、反省と労役の天国に移したりすることができました。我々は両方の地獄を瓦解させ、内部の木の砂が崩れて地獄は埋まり、封印されましたので永久に消滅しました。人間の地獄は本来、あって欲しくなかったのですが、あなたがおっしゃるように、地獄へ塔を子供に見せることで、すんなり悪いことはいけないのだと、刷り込み教育になりますから、我々はその概念を利用して、人間が教育に使うのを見ていました。またサタンたちを退治しないうちは、人間たちに、見えないサタン、物欲や金への妄執、嫉妬や憎しみをそそのかす存在に気をつけろ、と直接言えないですから、悪を避けろ、気をつけなさいと警戒心を煽りたく、それに役立つものなら、何でもよかったのです。でも、サタンと人間の二つの地獄を閉じて、サタンを退治してしまいますと、もう見えないものに邪魔されたり、警戒する必要はなく、あとは本人がひたすら、心がけを良くするだけで済みます。ですから、私たちはもう安心していいんだよ。神や霊魂は存在するし、サタンはいなくなったということを述べて、より皆さんに落ち着いていただくことで、今後不安に陥らず、人生を真面目に前向きに過ごしていただけると思っています。天国があり、地獄がない、反省の場所はあるが、とわかることで、人は真面目に生きていけるようになると思っています。あとは、いずれ貨幣は不要になりますから、貨幣を世界が廃止することで、より人類の抱える問題は解決しやすくなります。ありがとうございます。今年2020年、通則に時代が変化していっているように思うんですが、何か神様の意向みたいなものが働いているんでしょうか？そうですね。俺たちはそう感じています。人間がサタンのような、目に見えないものに邪魔されたり嘘の煙幕で、ごまかされなくなり、自分の本心とまっすぐに、向き合わねばならなくなった年で、それまで隠してきたことも、見ないで済ませてきたことも、何もかも火の中で見なければならないのではないか、という気がします。それは勇気のいることですが、明るい日差しの中で真実を見ることは、現状を改革し、みんなが良い方向へ向かい全員が幸せな世の中を実現していくために、必須のことなのだろうと思います。そうですね。良い方へ行くと信じています。神と交信する方法ありませんでしょうか。可能ならキリスト教のような願いを叶えてくれる神がいいです。無理なら日本の神、宇宙人などでもいいです。俺は毎日神様の分け御霊とお話ししていますので、交信することはできます。神様はキリスト教も神道も仏教も、すべてを兼務しておられますので違いはありません。願いを叶えてくださるかどうかは、あなたの心がけによります。が、何の神でも宇宙人でも良いというような場当たり的な言動をなさっているようでは、本当の信仰も真剣さも何も感じられませんので、おそらく、あなたの願いは聞き入れられないと思います。更新はどうやってすれば良いのですか？自分で更新するのは大変難しいです。急にできるものではありません。俺も何年もかかりました。自分の幽体の波動を高く上げていくのです。これは、指導霊のお導きと訓練がなければ、決してできませんでした。完全に更新するには幽体離脱を得得する必要がありますが、そのためにはあらゆる欲を減らして、無我の境地になれるようにします。その上で、指導霊のさらに助力が必要になります。俺は別に身につけたくてつけたのではありません。気がついたら、こうなっていました。初めから、適した性質だと思われて指導してくださったようです。それと、俺は自分のために、神様と交信したいと思ったことはありません。何もかも、人のためです。あと、結構真剣です。神や宇宙人のような尊い人間よりも、素晴らしい存在を尊敬しています。
なぜ、あなたが宇宙人を尊いというのか知れませんが、俺の考えでは、宇宙より巨大で形のない神様はおられますが、宇宙人はいません。今までたくさんの霊と交流してきましたが、宇宙人に出くわしたことは一度もありません。前にも述べましたが、15年ほど前に空に UFO を見かけたのですが、宇宙人が乗っているとは感じませんでした。人間が操作しているように、無害に感じました。また、神様も宇宙には地球以外に生命体はいないと、おっしゃっています。地獄の話、興味深く伺いました。自分の心と向き合いやすい時になったんですね。悪魔の誘惑というものを実感したことがあるわけではありませんが、自分の心と向き合おうと思えるようになったのは、昨年くらいからでした。なんとなく、そういう時期が来たというのもわかる気がします。ところで、今度は宇宙人について聞いてみたいです。私の知人に、前世は宇宙人だった。地球のために、自ら望んで地球に生まれてきた。でも宇宙に帰りたい。と、素直に言ってる方がいます。他にも、自分は宇宙人に地球人の悩みのデータを渡しているのだと夢で見て、そう信じている方も、とても素直な良い方たちで、本気でそう感じていると思います。宇宙人がいないとなると、それは、単なる思い込みなのでしょうか？もちろん、その方に何か言うつもりはありませんが、少し切なくなります。今の世の中では不思議なこともありますから、宇宙人の可能性を否定はしません。しかし、神様は地球の問題、サタンの退治のことなどだけでも、これだけの、数千年以上の手間をかけて、最新の準備をして、我々を使って来られました。とても、他の惑星の生き物の面倒なんか見ておれません。大体、神様は超巨大ですから、ほとんど偶然宇宙を作り、その中に生命のある地球が偶然生まれたものの、小さすぎて、人間が素粒子を扱うほどの細かさを持って、地球や人類などに長年対応せねばならず、大変苦労しておられます。ですから、これ以上面倒な、世話のかかる生き物が他の星に生まれることを、望んではおられません。仮にいたとすれば、面倒を見られるでしょうが、少なくとも私は聞いたことがありませんね。天国にも、宇宙人の霊魂はいませんし、地球のどこかの国々が開発していることは、ありえますが。しかし、私の勝手な意見とお取りください。けれど、ただ一つ付け加えるなら、私どもは時に偽装をします。一時的なものですが、どうしても都合上、必要な時にです。例えばウッドパート、かつて私が名乗ったように。ま、後でこうして明かしますが、それで言いたいのは、大昔、幽体の私が神様の命令で、いろんな神仏を草案して変身し、人類の前に現れて演技をしたように、現代でも人の脳裏にテレパシーを送って、幻影を見せ、宇宙人が語りかけてくるような幻や夢を見せることは、簡単にできるということです。もし、したとすればそれはなぜかというと、現代の人はあまりにも信仰がなく、神仏を馬鹿にし、容易に信じようとしないから、それなら未知の宇宙人の姿なら、信じるんじゃないかということで、試してみたことはあります。私は幽体で何にでもなれますし、木でどんな形のものでも、空間に造形できますからね。ただし、無論写真に撮られたようなものは、人間が作り出したか、未知の異星人が作り出したものということになります。これ以上は皆さんの試作に任せます。自殺するほど心が病んでしまうことが、プログラム的に運命で決まっているとすれば、それはなぜですか？一人一人幸せになり学ぶために、生まれてくるのであれば、自殺するほど、心が病んでしまうこと自体が、幸せではないし、転生における課題クリアともなっていない気がします。運命的には逆に色々なものを下げてしまうというか、本人が耐えられなくなりた日ぬだろう、と分かっている運命とは、どういう意義で、その人生が与えられたのでしょうか。人の幽体イコール心は、木の粒子群からなっており、木のもやのように見え、内部が整然と広がっているのが理想ですが、普通は多少のムラがあります。中でも心がけが特に悪い人は、我欲にこだわりすぎるので、木の粒子が部分的に集まりすぎ、偏りやもやの濃淡がひどくなります。また真実に反することを考えている人は、木の粒子群が乱れ、バラバラの運動を始めますので、思考に統一性が取れず、心を病んでしまいます。このような状態は、自分で改善していくしかありません。本人の心がけにより心を病んでしまう場合は、自己責任で、
過去性からの曲がった考え方の積み重ねが根本にあります。神様はいつもみんなに、手を差し伸べようとされていますが、ひねくれて神様の手を握ることを拒む人には、神様の愛は届かず、どうしようもありません。ですから前世からその傾向が強い人は、傾向があまりにも強まっていると、破滅のプログラムしか、組まれないことになります。しかし、その過程で苦しむことも、本人の勉強、魂を鍛えることにはなります。たとえ最後に瞑想して自死をしたとしても、神様は、この前お話ししたように、いずれ地獄にいる人々をすべて救い上げて、反省と労役の天国に移すおつもりでしたから、決して彼らを、見捨てておられたわけではありません。なので、しばらく地獄で彼らが苦しんでいたとしても、それもある意味反省を促す勉強のうちであり、神様も悲観はなさっていなかったのです。なお、本人は素直なのに、悪い周りから圧迫されてノイローゼになったりして、自他非をした場合、憎しみや恨み、自己否定が強くなければ、基本的には良い人なので、天国で相当なケアをして癒しておきます。このような人生もまた、悪と戦い抗議した人生で、その人の魂を、苛烈に磨く体験となります。また、相手に振り回される自分の弱点を知ることにもなります。そして、このような良い人たちが、他死ぬ時には、社会の歪みを訴えているのであり、そのことで世の中の人々に問題点を考えさせる役割があります。一般の人間は幽体離脱はできません。幽体離脱できなくても、覚醒することはあるんでしょうか？本当に気の世界を絶え間なく感じたり、見たりしようと思ったら、幽体離脱は必須の条件です。しかし、離脱しなくても第六感により一時的、瞬間的に見ることはできます。どの状態を覚醒と表現するかによりますね。とにかく、欲を減らして、無我の境地になる時を増やすことで、感覚は磨かれます。よく質問させていただいておりますが、たびたびありがとうございます。今度は、夢について聞いてみたいです。夢に意味があるのでしょうか？さっき、たまたま三浦マルマさんが夢に出てきました。特にファンだったわけではありません。すごくファンの方も一緒に出てきていましたが、夢の中では、三浦マルマさんの方と付き合っていました。普段にない、かなりリアルな感触の夢だったので、少し気になって聞いてみました。あなたが好きだと思っている芸能人も、夢に出てきたが、隣にいる彼の方と、あなたが喋っていたということですか？もしそうなら、これはあなたの意識の転換を表していると思います。今までの日常の中に、彼の持つ美徳、価値観が入ってきて、あなたの心に、大きな影響を与えてきているということだと思います。返信ありがとうございます。今回の夢で言えば、そんな感じで、ファンの方とはほとんど話してません。三浦さんの方には触れられたりした感触がかなりリアルで、ビクッとして、飛び起きた感じでした。この夢が気になったのもあるのですが、夢というものに、大きな意味がある時もあるのかなぁ、と普段から思っていたのもあって、夢について聞いてみた次第です。私は夢の多くは、自分自身も、知っている人、出てこないことが多いです。知らない人しかいない、今回は自分でしたが、珍しいです。夢の多くは、自分も知らない人になっていて、その人の意識に入り込んでる。例えば、小説を読んでいて、その場面のメインの人に感情移入したような感じで、今はこの人だけど、さっきの場面では、あの人が私だった、というような、これは普通なのかどうかも知らなくて、特に夢なんて意味がないのか、何かあるのか、気にはなってます。夢というのは私どもの考えでは、普通は幽体の気の中に蓄積された思いの整理作用ですね。人間が何かを思い浮かべるとき、脳内ではなく顔の前あたりに、情景や人の顔の幻がうっすらと浮かびます。これは眉間から気のもやが、少し外へ伸び出て、思った通りの映像を作るからです。人間はこのように、自分では気づかないうちに、気の力を使っています。夢は、昼間等に人間が体験した出来事から、受けた感情を、幽体イコール心、気のもやの中に、波動として取り込み、それが解決せずもやもやしていると嫌なので、無意識に整理しようとします。それで眠っている間に、眉間から外へ気のもやが少し伸びて、余分な波動の整理のために色々な映像を作り、ごちゃ混ぜになりながら次第に、ストレス波動を発散させて終わります。すると気分がスッキリし、整理された気のもやは、引っ込みます。これが夢の原理だと考えます。
ただし、前回から来たる刑事の夢の場合も、たまにあります。やはり眉間に出た木のもやに刑事の波動が上から届き、神仏霊が伝えたい映像を結びます。ありがとうございます。そうなんですね。あまり深く考えなくてもいいのかな。今回の夢はすごく癒し効果があったみたいで、3週間くらい悩んでいた痛みが、夢見た後から急に楽になり、今朝はほぼ全開でびっくりです。深く考えず、ありがたいなぁ、とだけ思っておきます。信託なんかはほとんどないでしょうし、そう感じたら、そう信じて進めばいいですもんね。痛みが消えてよかったですね。夢で触ってもらったから、余計癒し効果があったのかもしれませんねわら。他人だ土地や風習で、行く場所が異なったりすることはありますか？また、善悪の基準も、土地や風習で異なるため、他人だ後の反省のための過程も違ったりするのでしょうか？ALS の件は諸外国では合法であり、よくあることのようで考え方が違うから、他人だ側や手を下した側は、どこに行くのだろうと考えております。本人たちが納得し、新婚に影響がなければ、他の方と同じ扱いですか？全世界神仏の根源は一つであり、どこにいようと、達者は同じ天国に行きます。善悪の基準も多少の差はありますが、実会に述べられていることは世界共通ですので、そういった基準で裁かれます。仮に間違った、道徳だけ教え込む社会で育った場合、そこにいる人たちが、世界から見て非常に反道徳的であれば、天で罪人として認識されます。ALS の事件に関しては、難しいところですがまだ生きられるのに死んだ場合、心の状況により点で反省のための負荷をかけられます。特に今回の場合、介護担当者等の中に、無理解な人たちがおり、それが患者を、もし苦しめたのであれば、一番の改善すべき問題です。手を下した人たちは、介護者たちの問題を社会に訴えるべきであって、人の命を失わせてしまったのは、安易であったと思います。介護者たちが温情や理解があれば、こうはならなかったかもしれないので、問題は ALS という病気ではなく、介護者のモラルや倫理教育の不足にあります。あともう一つなのですが、普通の夢と信託を受けた夢は、何がどう違うのですか？あと普通の人でもたまに見ることのある、将来の一部を切り取ったシーンが見えるデジャブは、どういう意味があるのですか？普通の夢は、幽体内の木のもやが含む感情や、思いの惑いを整理するためのものです。信託を受けた夢は滅多にありませんが、割とカラーだったり、ストーリーもはっきりしています。そして印象が明瞭で、いつまでも覚えていることが多いです。デジャブは、信託の一種です。こういうことがあるから、もしそういう場面に出くわしたら気をつけなさいよ、注目しなさいよ、良い意味であっても悪い意味であっても、という暗示です。地球、世界の運命は、もしかして決まっていたりしますか？個人的には人間は地球に生きるウイルスのようなもので、人間の運命は世界や起きること、全体の大きな流れへの影響を及ぼさない範囲で変わったり決められていたり、な気がします。いかがでしょうか？地球、世界の運命は決まっています。最初巨大な神様が宇宙を作られた時、それは実験的な試みであり、地球も偶然生まれました。だがその後うっかりサタンを発生させ、地球に害を及ぼしたりされたので反省され、今後は二度とこのようなことがないように、願っておられます。そこで神様はきっちり地球を管理下に置かれ、この度苦労してサタンを退治されましたので、これからは人間が今までの間違いに気づけばそれで良くなるし、あとは安心して、しかし気をつけながら、地球を育て見守っていこうと思っておられます。広い宇宙にこのような多様な生き物が育った星はここしかなく、神様は大変貴重な宝石のように地球を思って、大事にしておられます。あなた方にとっては地球は転生の旅に、魂を磨く試練のステージ舞台となりますが、ぜひとも大切に、みんなで住みよい星にしていってほしいと願います。それで人間の運命ですが、おっしゃる通り、世界全体に起きる出来事の流れが神様に決められており、その後計画に予定外の影響を及ぼさない範囲で、人間の運命も流れに伴い、規定されていきます。少し神様の気持ちになってみましょう。あなた方が神様で、宇宙か地球が、ゴマ粒ほどの作りかけの団子だとします。本当はもっと小さい。あなた方は美味しい形の良い団子を作るために、指先で粒を挟んで、コロコロとこね回します。すると、だんだん丸くなっていきますよね。この時団子の中では何が起きているか、
粉が均密に練り合わされ、よりピタッとくっつき、隙間なく均等に粒子が配置されますよね。この粒子を人とすると、互いに等距離を保ち、公平に礼儀正しく、またできるだけ人に、寄りかからず自立している状態になります。身体にハンディがある場合は、構いませんよ。自立を助ける道具を開発すればいいのですから。神様は、人もそのようにあってほしい、そして命が幸せであってほしい、と願っておられます。粒をコロコロすればするほど形は整い、一つずつの粒子の位置と、周りとのつながり方が定まります。そして、粒子たちイコール人は、決して自分勝手な真似はできません。整った全体の形から逸脱しないよう、互いに欲を自制して社会、イコール団子の完成に協力し合うことになります。人間の運命は生まれてから、すべて決められてるわけではなくて、一定の余地や自由裁量があると思って良いですか？起こるはずの何かの予定を乱さない限り、他は自由裁量なのでしょうか？決まってたりしますか？大枠として、決まっていますね。特に重要な出来事、家族や友人や他の人とのご縁、仕事選び、進路等々、みんな、見えないご縁の糸のようなもので、結ばれていますので、どう行動しようともあるタイミングが来ると、起きたり惹かれ合うようになっています。ですからその妨げにならない限りは自由ですが、かなり制限されています。世界の人口は今78億人くらい、天界より下、転生を繰り返している。転生を待っている人、魂を二つに分けて転生している人、実際には人間の霊というのは、どれくらいあるものなのでしょうか？増え続けているのでしょうか？そしてなぜ、神様は多くの人間を作ったのでしょうか？いちいち数えたことおまへんので、大変申し訳ないが、人間の魂全体で、500億くらいあると思ってください。そのうち78億人が、今地上にいるということですな。残りは天界で待機中。増えるというより、最初に魂用の大きな木のもやを天界で用意して、それを細かく分割いたしました。地上の人口が増えるにつれ、そのもやから、新しく魂を取り出して送りました。もちろん、使われずに残っているもやも、たくさんあります。それらは自我意識を持たせず、保管して寝かせてあります。地上で生活することで、俗世の垢がつきますので、天界に戻ったら、しばらく休んでもらいます。それから、また転生します。多くの人間を作ったのには色々訳がありますが、根本的には神様は血と愛でできておられ、生命が生まれて増えていくことを、とてもお喜びになります。成長を見て守り、愛されるのです。ありがとうございました。転生するときに、魂が分割したり、合体したりすることは、あるのですか？あるとしたら、よくあるのでしょうか？よく、魂の片割れ、のような、運命の相手を表す表現がありますが、一つの魂が二つに分かれて、現世でカップルになるとしたら、何か、意味があるものなのかなと、少し不思議に思います。人徳を積み、エネルギッシュな人ほど、魂イコール幽体の中の木のもやが、宇宙のエネルギーを受け止めやすく、濃くなりますので、次の転生の時に、魂が二つに分かれて、別々の人生を過ごすことはあります。そして、彼らは他品で天国へ戻ってから、また合体します。あるいは濃い魂のまま、強い使命を帯びて生まれる場合もあります。しかし、このような人々は稀です。普通は魂が二つに分かれて、生まれるなどのことは少ないです。だが、相性のいい運命の相手というのはあります。人の魂はもともと、天界で用意された巨大な木のもやの集合体の中から採取されたと、以前に述べました。ですから元のもやの中にいた時、隣にいたもやたちとは親和性があり、仲良しなわけです。運命の相手で、特に性格が似た者同士の場合は、そのような隣にいた親和性のある魂である可能性が大きいです。反対に、性格が真反対のカップルの場合は、隣にいたのではないが、性質が相補い合うので、惹かれ合うことがあります。その他に、物理的な双子は、巨大なもやの中にいた時に、そこだけもやが濃くて、同等に二つに分けられた可能性があります。個人の輪性が見えたり、分かったりはするのですか？分かることはあります。しかし、先に告げるとその人が気を抜くので、必要のない限り通常は言いません。逆に言うと、変えたいと思っても、なかなか変えられないということですかね。それか相性の良い波動同士で安住するのか。波動の相性はありますね。本当の意味の運命は変えにくいと思います。しかし、良くない現状を打破しようと思って、
質多非になって何かに取り組んだり、悩んで決断することも、すべて運命の中に定められています。結果的に自分で頑張って、運命を変えたと感じることや、その感動自体が、大きな運命の中の一コマです。神様は、人が全力で人生を生き抜くことをお望みなので、与えられた運命の中で全力で悩んだり、迷った末に何かを選択したりすることも、好ましいと思っておられますので、大いに迷い悩んで選んだり、決断してほしいそうです。ご縁のある人や仕事は変えられないけれど、その中で起きるイベントや試練の結果は、自分の力で変えられるということですか？本当の意味での運命とは、どこを指すのでしょう？その人がご縁のある人や仕事、場所などとのつながりを得たり、維持していく上で、どうしても必要な条件を満たすよう、怠けたりよそを向いていても、自然と追い込まれたり導かれていきます。それが運命です。なので細かいことについては、多少のズレがあっても、影響はないでしょう。イベントや試練というのは、その人の心を鍛えるためにやってくるので、全力で取り組むのが望ましいと神様は思っておられます。それら試練もある種のご縁で、あなた方と結ばれているので、結果が定まっているとも言えるのですが、結果を知らずに、真面目に懸命に取り組むことが、その人の幽体の波動を上げていく、イコール魂の純度を高め達観していく、要因になりますので、ぜひともそういう時は、真剣に前向きに取り組んでほしいそうです。問題に手を抜いてだらけたり、試練に対策をせずただ逃げていると、幽体の波動は下がって退化していきます。最後になのですが、自分が手を抜いていないか真剣であるかは、どうしたらわかりますか？手を抜いていなくても、真剣でもダメな時はダメだし、これがある種の運命かも。真剣であった結果、クリアできることもあります。真剣さとは、あくまで自分比で頑張れていたらそれでいいのでしょうか？それとも、幽体に影響があるような、それこそ身を切るような、努力でないといけないのでしょうか？まっすぐに前向きに行きたいとは思いますが、定義がいまいちわからないです。そんなに悩むことないですよ。試練について、どの程度真剣にやればよいかは、物事の重大性や必要性によりますよね。それに合わせれば、よろしい。命に関わること、一生を左右する問題なのか、あるいは周りに影響の大きいことなのか、それともその場でただベストやベターを尽くせばよいことなのか、いろいろな場合がありますよね。普通に柔軟に合わせて考えればよいのです。その時自分や人のためになることで、必要だなと思うことを、自分のできる力の範囲内でやればよいのです。神様は一生懸命やった結果、力及ばずうまくいかなくても、よくやったと褒めてくださいます。頑張った分、幽体の波動は改善されるからです。ベストを尽くすと、心がスッキリするでしょう。あの時、波動は良い方に変容しているのです。心が晴れ渡った状態ですね。頑張ってもうまくいかない場合は、無論それも運命ですが、心は改善されるので、その意味では良い成果を得ています。神様は人間が不完全であるのを知っておられるので、無理に危険に飛び込んだり、能力以上に頑張りすぎて、心身を壊したりはしてほしくないのです。あくまで自分と他人を常に同等に大切にし、自他の幸せのためになることを、心がけてほしいのと、試練は自分を鍛えるものと、前向きに明るく捉えて、解決に向けて取り組み、困ったら人の助けを借りればよいと、思っておられます。与えられた人生もレールの上で、心を鍛えるか鍛えないかが、自分に唯一、選択できること。同じ人生でも幸せを感じるか感じないかは、自分の心の持ち方次第。そういう、捉え方で合ってますか？なんとなくですが、結果が同じなら、誰か、家族とかのために、何かを我慢することなどせず、自分が幸せに思える、やりたいことに、全力で向かってもいいのかな、と、思いました。試練について、補足をします。試練には2通りあります。1、反省的試練。矢印自分の考えや習慣の間違いが原因で、起きる失敗。その原因を根本解決しないと、再び似たような失敗を起こす。放っておくと災いがレベルアップしながら、警告的に何度も起き、しまいに大きな災いが起きて、やっと反省する。このような試練は単に反省のためのものであって、放っておかず、初期に早く災いの芽を摘んで解決しておくことです。2、成長的試練。矢印自分に何も悪い原因がないのに、突如起きる試練など、健康に気をつけていたのに病気になった。交通ルールを守っていたのに事故にあった。
生まれつきの体の障害。急に責任の重い仕事を任された。大切な人と急に離れた、など、これらはその人に不足している面を伸ばし、成長させるために神様が下さる試練です。逃げずに正面から受け止め、よく考えて、適切な対策を立て、真面目にコツコツ取り組むと、前向きに明るく捉えられるようになり、積極的に解決に向けて行動できます。解決したり乗り越えると、清々しささえ感じることがあります。そして気がつくと心が成長し、新しい能力が身についていたりします。幸せのコツについて、いろいろありますが、特に、1、自分も他人も同じように大切にする。互いの心身の健康を大事にする。礼儀を守るなど、2、みんなで何かをしようとするときや、何か問題が起きたときは、全員に共通の良い解決策を取る。誰かだけが得をしたり、誰かだけが損をしたりしないように、みんなにとって、一番良い方法を話し合い、知恵を使って見つけること。3、普段お世話になっている周りの人々や物、環境、自然の恵み等に感謝をする。感謝を感じることは幸せの基本です。あなたは自分に厳しすぎるようです。もっとリラックスして完全を求めなくてもいいですよ。自分の欠点を許し、あなたもご家族も、全員が同時に幸せになれる方法を模索していってください。未だ世界には、悪魔の使いかと思うような残虐なことが起こっているようです。そういう人たちも、自他非された方々と同じ層に置かれるのでしょうか？そしてもうサタンと呼ばれるものが昇華したのなら、残虐なことをしている人々は、悪魔にやらされているのではなく、その人が思いついた残虐なことをしているのですか？以前申し上げましたが、かつて地中には、人間の罪人の霊たちが、勝手に作り上げた、地獄があり、罪別に、7つに分かれていました。障害。繰り返し釜の熱湯をかぶる。殺人。炎の谷で体勢で焼かれる。盗み。黒い縄で一列に縛られ、前後の者と殴り合う。自他非。体が尖った細かい切片の群れとなり、繰り返し振り続ける。他人を陥れた。氷のような海に顔だけ出して浮かび、近くの者を足で蹴って沈め合う。猟奇的犯罪。互いに犯した罪を告白してヘドを吐く。そのヘドでいっぱいの大きな汚い水亀の中に住む。不倫や性犯罪。薄赤い洞穴で男女が交わる。の7種です。12年ほど前に地獄は閉じられて、みんな払われ、天国の下方に新設された。反省と労役の天国に、罪人の魂は行くようになりました。そこで更生教育を受けます。現在サタンはいなくなりましたが、彼らの悪波動を受けたために、人々は幽体の中がまだ歪んでいたりします。これは、自分で直すしかないのです。できるだけ良いこと、美しいこと、素直なこと、心穏やかなことを見聞きしてお手本にし、実行することで、徐々に幽体の中の歪みは是正されていきますが、取り組みの始めは辛いものがあります。波動を大きく転換しなければならないからです。そこを乗り越えると、次第に改善します。まずはその人が、自分の良心を目覚めさせなければなりません。良心を目覚めさせるためには、どうすれば良いですか？すさんだ心の人に、周りの人たちが心配して声をかけたりしますが、結局何を言われても、本人がその気にならなければ、どうしようもありません。最終的には本人が何かで失敗して行き詰まり、真剣に悩んで考え、自分で間違いを悟るのを待つことになります。ただ、それまでに周りの人が可能なら、良いことを声掛けしておくことは、決して無駄ではないと思われます。ありがとうございます。今まで黙って見守っているだけでしたが、無駄だと思わず、声掛け頑張ってみます。そのような対象の人がおられるのでしたら、無理のないよう、配慮されながらが良いかと思います。相手に負担感を与えない程度にです。未だ子供なので十分に注意します。老いなのですが、小5、1年不登校です。学校に行く必要性を言い続けていましたが、本人にその気がなさそうで、最近は諦め半分、黙って見守っていました。また声掛けをしていこうかと思い始めています。質問です。その場の波動と個人の波動は別なのでしょうか？個人の波動が上がれば、惹かれ合う場の波動も上がると思っていましたが。また、同じ人間でも、何かをきっかけに運が上がるのはなぜですか？すべての物質に気が宿り、波動を持っています。また、すべての物質は科学的に見ても、固有の振動数を持っています。なので、
場には場の波動があります。そこに、やってきて滞在する各人間の気が蓄積し、その波動も加わることになります。人間の出す気の方が、物質より揺れが多様で強いですが、そこへ惹かれてやってくる人間の波動が、もし以前より上がっていると、無論場所に影響を与えますが、そこは力関係ですから、その個人の出す波動の強さや滞在時間の長さと、場の広さや今までに場に蓄積されてきた、他者の気の強さと分量によって、影響力は変わってきます。運が上がることや時は、生まれた時に設定されていますが、その時期になると宇宙や周囲から、その人に運が変わっていくように、気の圧力が寄せてきます。風船で囲んで押してくるような感じですね。その押し方は、本人の心がけが良くて、それまでに緩やかに心の波動が上がってきていれば、最後の一押し、という感じで小さな気の圧力が外から加わります。すると、その人の気の波動がはっきりと変わり、良いことが起きて運が上がったように感じます。また、固くなでなかなか波動の上がらない人でも、宇宙から見て限界に達すると、気の強い圧力が加わる場合があります。すると嫌がおうでもその人は心を改めたり、何かを決意する気持ちになり、良い圧力を受けて自分の気構え、幽体の波動を努力して変えてあげ、そうすると物事は好転します。ただしまだ気構えが不足していて、抵抗して逃げると、運は逃げます。その時どのような選択をするのかも、その人の運命に予定されており、うまくいかなくても先でまた、そのような圧力が来る機会があれば、やり直すチャンスは与えられます。しかし、気の圧力に頼らず、他力本願にならず、普段から、自分が良くなりたいという気持ちを持ち、少しずつでも努力を重ねておくことが、波動をスムーズに上げるためには大事です。基本的に運は決まっていて、変わらないということですね。波動が固まってしまった際の自分でできる対処法はありますか？お返事が大変遅くなり、申し訳ございませんでした。波動が固まってしまった際の自分での対処法ですが、人は自分が最も心地よい、ある一定レベルの波動を保つ癖があります。それに、安住するのです。良くても悪くても、なので、なかなか自分の不足点に、気がつきにくくなります。普段から謙虚になり、周りから学ぶ態度や自己の向上を心がけていると、アンテナを張っているので、良いことを取り入れて積み重ねるうち、自然と波動は上がります。反対にあまり現状に固執し、悪い癖を直すことを拒んでいると、気持ちが固くなになり、進歩を妨げます。自分と人をリスペクトして、他者の良い面を認めたり手本にしたりしていると、気持ちも柔軟でいられます。もしひどく悪い意味で固くなになると、自然界から警告が来て、失敗が多くなります。そこで自分が気がついて、どうしたらいいか真剣に悩み考えることで、突破口が開かれ、初めて波動が変化します。一人も人がが大勢の方々の前で活躍し、名声を得る予定になっていたり、早めに他品でしまうことになっている運命がわかる瞬間とは、どう見えるのでしょうか。基本的に運命は変えられないとは思いますが、本人の意識や環境が少し違っていたら、運命が変わっていた可能性はあるのでしょうか。もし仮に一般人であれば、悩まず幸せであったかもしれないませんね。はじめからそういう運命はなかったということですかね。俺は予知力があまりなく、そういう体験がないのでわかりません。人の運命は個人の都合だけで決まるのでなく、地球中の人々の総都合を合わせて、調和をとっているので、その中で可能な範囲でなら、少しの変化はあるかもしれませんが、原則周りの人の運命をも左右するような変更はないようです。いつもお答えありがとうございます。物が壊れたりするときは、悪いサインではなく、良い前触れと聞いたのですが本当でしょうか？今までの波長と合わなくなり、壊れるため転機であると聞きましたが。俺にはわかりかねますので、聞いてみます。愛用の品や電化製品が壊れるときのことですね。その人の気がたくさんこもったものだと、そういうことはありえます。必ずではないですが、そして滅多にあることではないですが。家族で愛用していたものが同じ年に一気に壊れました。自転車の鍵、洋服、電化製品など、壊れるのには何か意味がありますか？それは今年になってからですか？ご存知かとは思いますが、困るなの今年、使っていたものが壊れたという人が、増えているらしいとの記事がありました。真偽は不明ですね。それから、調べてみますと、役を物が引き受けてくれて、代わりに壊れたという解釈も他にあるそうです。どちらにせよ、使
ピリチュアル的に見ると、古い波動を捨て新しい波動に移る時期か、良くない波動を代理で打ち消すか、の意味合いがあるようですね。その上で、再びガストンに聞いてみます。ご家族皆さんの場合、他にするべきことがあるのに、それを放っておかれたようです。そのことの清算の時期が迫っています。決断の時期だということです。そのことには生活の改善を伴いますので、皆さんの意識が一段と上がろうとしています。それを受けて、身の回りのものが、不調というか異端で、後悔を望んでいる皆さんの気持ちを代理的に表しています。と私は思いますが外れていたら、失礼、ごめんなさいね。すべての家電が今年に来られたというわけではありませんが、近年来られていますね。自分に限ると、服の好みが変わったり、高い良いものを着たい、安い服がダメになってしまったりでしょうか。あとは前から肩こりがひどいですが、これはスピリチュアルに関係ありますでしょうか。とりあえず、おそらく何かの変化の時なのでしょうね。あまり当たっていなくて恐縮です。もしかすると質の良いものを求めるという、気風が増して、来られているのかもしれませんね。肩こりについては、健康面ですが、姿勢を正そう、というのと並行して、心も物事の道理を大切にしよう。考え方を何かに偏らず素直になろうという、体のサインかもしれません。いやいや、家族の面では、どうなるかわからないにしろ見直しに入るし、自分についてもそうなるかもしれないので、当たってますよ。安いものはよく来られますし、そうでなくても、最近物がとても来られるため気になっていました。身体症状にも出るのですね。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。